こんにちは、松潤さん。この度は皆様がね、自粛されて飲食店などお酒を飲む席など行かれてないところで、私だけクラブのお姉ちゃんのところに飲み行っちゃってすいませんでした。という形でね、松潤さん、自民党の松潤さんがなんかクラブにお姉ちゃんとこ飲みに行って、それが奥さんにバレて、そして党にもバレて、国民にもバレて、スクープされて謝罪をしていましたね。いや、これね、松潤さんじゃないと使えないネタなんですよ。今このトレンドに乗ってる時に、実は昨日やった方が良かったんですけども、昨日とか遅いね。どうですかね、松潤さんという名前で、すいませんでした、私も飲みに行きましたみたいなところやるとか、もう同じ名前の松潤がこんなことになっちゃってすいませんでしたみたいな感じでネタをぶっ込んでいったらどうかなと思いますね。私だったら絶対やってますね。私ね、まあ久保哲郎っていう人間はちょっとなかなか芸能界にいないのと、その隠居っていうブランドネームも芸能界にないんで、このネタ使えないんですよ。でも間違いなく私がね、ピアノマンの松潤さんの立場だったら、今回のことはね、逃さないんですよ。松潤ネタでずっと押しますね。で、なんかね、こうメイクも似せたような感じになって、松潤さんってあの離党された松潤さんですけども、ちょっとこう白髪っぽい感じなんで、もしかしたらピアノマンの松潤さん、こうモノマネができるかもしれないですよね。こういうところでね、ちょっと掴んでいければ面白いなと思います。プラスですね、あのスマップの松潤さん、誰だっけ、嵐か、あのジャニーズの松潤さんの真似もやってみるみたいなね。松潤さんの歌をなんかね、一丁モンスター歌ってみるとかどうですかね。なんか松潤つながりで、この松潤シリーズ結構ウケるんじゃないかなと思いますけど、いかがですかね。で、今回ね、そういうこともあったんですけども、ほら山根さんがオーディション受けたでしょ。あれ、私もね、オーディション出そうかと思うんですよ。で、松潤さんもどうですかね、オーディション出してみたら。で、多分3人揃ってダメでしょうけども、それもまた一つの経験じゃないですか。そのこの何ですかね、黒い三連星っていうね、ガンダムに出てましたけども、まあ、黒い三連星でもね、オーディション黒い三連星みたいな感じで何でも受けちゃうみたいなね、そんなのも、そんななんか挑戦も面白いかなと思ったんですけどね。ダメ元の三人衆が受けていつ合格するでしょうかみたいなテーマかもしれません。まあ、ダメ元は私だけでだと思いますけどね。あの松潤さんとか本当力があるんで、オーディション結構ね、いい線いくんじゃないかなと思いますし、あとね、山根さんの方もああいうキャラクターですから受けるかもしれないですね。私はもうね、 YouTube で出まくってるんで、多分反感買って終わりでしょうけども、でもなんかね、この3人で何かトライ企画とかやってみませんか。ということで、今回の動画は以上です。松潤さん、いってらっしゃい。